皆さんこんにちは、キスケです。本日はゴッドランク帯で新しく追加された天使ゴールデンフリーザが通用するのかっていうのをちょっと確かめていこうと思います。相手はゴッドランクに3回行ったプレイヤーですね。相手にとって不足なしと。貫突海洋圏ブルーか、怖えな。 まあちょっとこれで行ってみようか。まあ今日の初勝利ボーナスで、まあ、ゴッといったんで、まあ、いい機会やし、ちょっとね、天使ゴールデンフリーザをゴッドランク帯で試運転しようかなと思います。いやー、緊張するぜ。普通にね、60あたりの人とも当たるからね。60あたりの人と当たると、マイナス約100は必須。マジで割合に見合ってないわ。当たる。はい、やべ。で、勝っても8とかやからね。連勝ボーナス含めて8とかやから、まあ、なかなか難儀っすよね。ただ、このお相手だと、まあ、40ぐらいはもらえるんじゃないかなとは思います。さあ。混血サイヤっていうか、まあ、ソン一族やね。結構珍しいね、ソン一族。最速。こういう時の最速が一番美味しい。まあ、復活キャラクターが入ってるんで、わりかし、安心して殴ってはいけるかなと思います。美味しい。はい。OK。まあ、アイテム復活キャラクターいんのか。そうやね。通常で抑えて。さあ、今のね、系譜ね、めちゃくちゃ強いと思うんだよな。マジで。めっちゃ強いと思うよ。シンプルなアタッカーやんか。天使ゴールデンフリーザって。まあ、だからまだ試行錯誤する感じだとは思うんやけど。入れ、入ったー、ナイス。 うますぎ。 まあ、わりかし序盤からゴリゴリはいけてますね。だいぶ有利だとは思います。 OK、 クラを甘んじて受け入れよう。その必殺技。あ、マジか。ずらしたのが良くなかったね。これでドラゴンボールを破棄しまくるっていう。やっぱね、ゴルフリのね、あれめちゃくちゃ美味しいよ。受けたダメージ、攻撃終了後のドラゴンボール破棄2回使えるんやけど、それがめちゃくちゃ強いと思うわ。恐ろしいです。もうだるいってマジで。よし。マジかよ。激なえなんですけど、マジで。手札破棄。これ強いよな。ああ、ダメか。マジなえるよね。ほんまに。超なえるわ。まあ、ゴッド、ランク70同士の対決だったら別に全然問題ないっすよ。ただ、やっぱり、ちょっとランク帯が離れてると、すごいなえる。すごいなえるわ。管にしてほしいわ、マジで。通常で抑えて、通常で抑えて、ボールパクっちゃうよん。これがね、強いんだよな。あざっす。入る？これ大丈夫？よかった。 ちょっと今の怪しかったな。まあ、キリチョンセーフということで。大丈夫ですね。まあ、ここで、フルフリに変えた理由は、まあ、メインでバニシング回復できるんで、まあ、待機カウント回ってなかったとしても、ある程度は動けるかな、という形になります。
はい。まあ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 。いやー、これ落とされるんやったら誰やろう。悩むなOK。通常で抑えて。いや、打撃圧多いのちょっと嫌やな。あは、最悪。マジか。こういうタイミングが合わないんだよな。行くなら行くで決めた方が良かったのかな。ダメですね。はい。いただきまーす。必殺技ブッパはなし。ライジング読まれてますから、こちとら。なんか知らんけど入っていく。よくわからんね、今のは。さあ、どうする?結構苦しいと思うよ、これ。フルパワーフリーザやっぱ強え。マジ強い。最強。はい。俺が負けるか。で、2周目のライジングもまあ読まれたんで、たまりそうやね。さすがにこれは落とせる。さあ残り2体わりかし自利品ではあると思うんやけど捕まっていく。あ、究極じゃないのか。いやでも落ちるよな。これどうしよっかな。 OK。 怖っ。ちょい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 。あ、てか時間なくね。時間ないぞ。どうしよう。これ必殺アーツでどっちも落ちるんで、とりあえず、どっちかは落ちるでしょう。で、これもう必殺ぶっぱしよう。時間ないんでね。もうこれはしょうがない。やるべくしてやる必殺ぶっぱ。よし。怖え。大佐ありがとうございました。これが力の差というものですよ。さあ、マッチングしました。紫染め。紫染めはこういう形で戦っていきます。これはしょうがない。まあ、全然緑出してもいいとは思うやけど、まあ、個人的にはこっちの方が安定するね。うん。でね、その、まあ、ゴッドランク行くまでにさ、やっぱり数多くの試合をこなさないといけないわけでしょ。で、体幹、よし、打撃アンガリしっかりしていく。体幹、まあ、多いなと思ったのが、まあ、バドス、ベジブル、ウルトラ海洋剣ブルーみたいな。うん。そういう並びがすごい多かったですね。めちゃくちゃ多かった。はい。でーん。でーん。OK。二連ちゃん。おう。これ皮剥がれそうやな。大丈夫?強えな。ダメか。いやもうこれボール破棄するしかないわ。よし、ラッキー。ラッキー、射撃圧持ちすぎやろ。どんだけ持ってんの?ほい。入る。いやーでも気力ねえや。どうしようかなー。あれ?やべ、最悪。打撃アンでよかったね。なんかやっぱりね、噛み合わない人はいるね、やっぱり。すごい。どうやっても合わへんや、みたいな。即圧入れたら、即回避。見たら、見てくる、みたいな。全部読まれてるっていうのが、まあやっぱあるわ。うめえ。うめえ。ビアうまい。ダリーな、全部返してくんの。何も合わない。めんどくさすぎ。こういう相手っすよね。だから。何も噛み合わない。こういう相手にはもう必殺ぶっぱとかで、マジでリズム崩していくしかない。クソだるいから。イランのお味噌使いたくないんだよな。ダリーマジ。
マジでダリー、避けんなや。むちゃくちゃ言ってんのは分かってるけど、避けんなや。マジでめんどくせえな。はい、最悪や。普通に負けあるぞ。どっかでリズム崩さないと。入る。まあこのタックル回避とかでちまちま削っていくか。合わへん人はね、マジで合わないと思うんだよな。あざっす。もう最悪、マジでうんこ。おもんねえこのゲーム。マジでおもんねえ。クソつまらん。はい、キャラチェンしないか。まあライジング一発すかしてんのはだいぶでかいね。うん、うわ火力高え。はい、あざーす。ほらもう一丁、ほれ、あざーす。これこれこれ、もうこれでいいのよ。相手に合わせる必要はないっすね。うん、もう自分のペースでぶっ破していく。これがもう数多く試合を回すコツ。ぶっ破に切り替えた瞬間これです。でドラゴンボールパチって動かないね。ほら最速ばっかなんだよな、クソだる侍マジで。まあでもバニシング奪ってるから大丈夫だと思うけど。あざっす、対戦ありがとうございました。苦しかった。さあマッチングしました。見てこの格差、な60と当たんねんで、やばくないこのゲーム。何がランク70にしてね、近しい人とマッチングするようにしましたやねん。全然やん。10離れてますけど、ポイントにしたら5000、4000か、4000離れてんぞ。なんでこれ、やばいよ。ただ相手からすると超ボーナスチャンス。多分俺に勝つとランク70で今4000ぐらい離れてるんで、おそらく130ぐらいもらえるんじゃない。で俺が勝つと7。負けるとマイナス100。ゴミ。これはなんとかしてほしいよね、せめて。せめて65以上とかの人と当たってほしいな、個人的には。ああ、なるほど。予約発税か。じゃあ負けないぞ。はい。ああ、最悪。負けそう。負けそうです。はい。お疲れ様でした。出てこい。イエース。マジ特殊カオチェン無駄オツ。まあ、バドスちょっと怖いんですけど、連打でいこう。OK。はい。なるほど。回避読まねえよ、もう。速圧全部でいくわ。うん。全部速圧でいきます。はい。と思ったらこれです。これが噛み合わないっていう、ことですよね。はい。はい。メイン使ってくれる、ありがとう。最速。はい。ねえ、有利属性で受けてくれるのすげえ。なんなんそれ、縛ってんのか。相手の必殺技は絶対有利属性で受けないといけないっていう縛りなんかこれ、もしかして。無駄なキャラチェン。やっぱり即圧か。はい、なかなか厳しい縛りじゃないかそれ。自分に足かせをつけて戦ってるんだな君は。はい、これで特殊カボチャ無効なんで。
死んでいく。さあ、最速か、ラッキー。はい、さあラスト、必殺アーツ受けてくれたからすげえ簡単に削れた。ラストです、ルッパー。あ、速圧か、くそ。あー、分かってたのに、なんかワンチャン回避するんじゃないかなと思ってさ。おい、速圧縛りはどこ行った。自分で縛りを解くな。縛るなら最後まで貫き通せ。はい、ば、これで勝ちちゃうかな。いやマジ強いよ今の環境系風。マジかよ、ライジングでいいや。ほんまに強いと思います。なシンプルな緑のアタッカーが増えてくれたっていうのはだいぶ恩恵が大きいですね。で妨害もできるし、コストアップとか、まあ、極出血とかボール吐きとかあるんで、マジで今の環境系譜がトップクラスに強い環境なんじゃないかなって思います。お疲れさんでした。このフリーダに勝てるわけ